の場所はまさか。ルシフェル様、今日もいらしてくださったんですね。ああ、急遽予定に変更がかかった。迷惑だったか。いえ、そんなことは。むしろ光栄なくらいで。そうか。では、付き合ってくれないか。今日も、いつもの場所で。はい、喜んで。それで中庭を歩いていたら2羽の鳥が戯れていたんです。白い羽と茶色い羽の、その羽の色がまるでルシフェル様と俺のようだと思いまして。あ、すみません、ルシフェル様を鳥に重ねるだなんて。何も問題はないよ。だが鳥か。どうして鳥は羽ばたくのか、どうして空は青いのか。ルシフェル様、人間たちの中に時折そう尋ねてくる者がいる。その度に原理を教えるが、どこか納得できていない様子だった。はあ、答えのない問い、あるいは己に対する問いであれば、私もどうして自然とここに足を運んでいるのか。もしかして俺と一緒に過ごすのが嫌になったのですか。あ、そうではないよ。すまない、少々思索にふけていた。ではそろそろ次の任務の時間だ。また来るよ。あ、はい。行ってらっしゃいませ。ち、ここがあの場所だったとはな。運命だか因果だか知らんが、くだらんことを思い出させる。だがこれではっきりした。こうなることは必然だったんだ。俺たちの決着、この心を駆り立てる憎悪の矛先。では審判を始めよう。天使長ルシフェルよ。